のマルチの仕方が部長が ネットで見たという。今日見た。YouTube で見た。え、そうなんや。何 YouTube？ いや、これも YouTube チャンネルやろ。うち突っ込んでくれんと成立せん。チャンネルやろ。でもね、ちょっとこれでしましょうか、うん、YouTube の人。YouTube の人？うん。麦とか。はい。種をまいて、うん、雑草を生やします。はい。で、この中に、うん、下に管を持っておいて、うん、ここに、ね、根がぐるっと。あ、なるほどね。巻く。はいはいはい。ボーッと生えたときにボンとひっくり返します、うん、芝生みたいになるね。はいはい、うん、下に来て根が上やけ、はい、ここに雑草が出ないという。ほうで、ホップを守ります、うん、これで。へえ。でね、しかもその人すごいのが、うん、ぐるぐるぐるうち根っこだらけになったやつを、うん、根っこのパレットになって、うん、そこにね、人参を巻きましょうか、うん、人参の種を巻いたら、うん、人参はものすごいぐんぐん育って、こっちは全然根っこがあるけ、うん、雑草が生えない、っていう草マルチ。ああ、なるほどね。しかもあの、こうゴミを捨てる前に再利用できるという。なるほど。ちょっとこれができるか、あれと。それを今日の、今日 YouTube で見て、今日 YouTube 撮りようやね。パクリ。朝ね。いいことはパクらないね。朝ね。うん。それを発見したき、うん、それ試してみようと思って。へえ。ただこれ種撒いてないけど、すぐなんか種が飛んでくる。これでいけるのか、うん、君のこっちの代表の、はい、スコークラウト代表の、はい、一押しの編の編み柄、これおすすめなんや。あの保湿も、保湿もね。そうで、もみ柄マルチしてもあの杉菜とかボンボン出てくるけんね。杉菜は強いね。ヘビイチゴもすごいね。よいしょ。こんな感じで。じゃあ今からまたもみ殻を取ってきます。お願いします。はい。この春、筑豊クラフトのクラフトビアは、飯塚市本町 8-30 街角セレクション四角デパートにて店舗営業しております。現在3タップで3種類の生ビールを出せますので、どうぞ皆さん遊びに来てください。そして、ギフトなんですけれど、父の日ギフト楽天市場でキーホルダー付きで受けたまわっております。楽天の方は、予約発送となっておりますので、出荷までお待ちいただきます。在庫入り次第メルカリとベースオンラインの方にも入れますので、よろしくお願いいたします。今年はあの長雨にやられて作業がほとんど進んでませんでした。で、5月に入ってようやく田起こしとかができ始めて、まあ小物引っ越し、畑の畝立てなどを急いでおります。こんな感じで、薬を買えない無農薬農法で、また中古器具ばっかりでですね、壊れながら修理しながら農業を楽しんでおります。最初の頃は支柱とか買ったりいろいろ頑張ってたんですが、やはりあの自然にあるものや廃材を利用した DIY がいいのかなと、いろんなことに取り組んでます。まあ、今回のもみ殻マルチと部長のパレットマルチと、まあ、どっちが効果があるのか後日また動画にできればなと思います。草刈り嫌ですけど生えてくるのも楽しみですね。もう一つご報告です。筑豊クラフト YouTube チャンネル、新規収納のチャレンジということで、今年はですね、なんと
米作りを挑戦したいと思います。で、僕の親父バンドのドラム担当いちご農家岡松くん、いちご農家をやりながら麦やお米を栽培している大規模農家なんです。教えてもらいながら頑張りたいと思います。はい、今日はホップを停止、ホップ、今日はですね、ホップの苗を定植しているんですけれども、あ、部長とお母さんが頑張ってます。よいしょ。こんな風に田んぼなんですよね、周りは。今ちょうどお米の用意で農区長さんがすき込みやってるとこです。で、ですね、この田んぼなので、ホップって水はけがすごく大事で、いつもこう、ああいう感じで、こう山肌に植えてるんですが、私たちは耕作放棄地を有効利用ということで、泥、粘土質のこの田んぼでホップを毎年栽培してます。部長も頑張ってます。お尻向けておけます。で、こんな感じで、畝を立てて、で、この鉢植えのようにもうちょっと本当は土入れてるんですけどね、お花の土、それを下に仕込んでます、ここの中に。で、この畝が、植木鉢代わりって言いますか。で、風通しと、日陰ですね。大事なところが。真夏にずっと西日が当たらないようなところに植えるんですけれど、ここは山に囲まれてて、森かな？山じゃないですけど。午後が日陰になるような、そんな場所に植えていくと、このホップもどんどん育っていきます。同じ品種でも植える場所によってもうほんと一晩で枯れたりとか大変なんですけど、この品種カスケードはちょっと強いんですけどね、割と育てやすいホップだと思います。そしてこの一升瓶の入れ物なんですが、なんとこれレアらしいんですね。もう今はなんかこういうの使ってないらしくて、マニアの方にはすごい、なんか中古で取引されるらしいんですけど、知らずにイノシシ除けで使ってしまって、これ実は等間隔に置くと結構イノシシを避けてくれます。やっぱ日頃とたまにこう形を変えていくとですね、イノシシもまた警戒して入ってこないですね。で、この下が今年お米作ります。ここ今すきかけ中なんですけど、約2ターン半か3ターンぐらいで、下の町がマコモ畑ですね。どうしても一年中水がこう入っちゃうんですよね。水をよく切れてないんで。で、ずっと包みの一番手の下の町なんですけれど、すごく溢れた水がいつも入ってくるんで、マコモ岳にバッチリということで。もともとマルチは使いたくはないんですけれど、高いしですね。剥ぐのも大変だし、環境的にもっていうことで、最初はマルチ全く使わないこともやってたんですが、やはりどんどん畑
畑や田んぼが増えていくと、やっぱマルチもある程度頼らざるを得なくなってきたり、あのね、草生やしっぱなしでにすると、まあ、野菜とか自然農だったらいいんかもしれんけど、やっぱ鶴を見失うとちょっと大変なんで、僕ら、まあ、使えるところはこうやってもみ殻でマルチちょっと抑えていくと、あの光が入らないんで防草の役目になります。あとホップの株がどこにあるかっていうのがすぐ翌年でも分かりやすいんで、こんな感じで、あの無料の資材だし、あのすき込んでもですね、だん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 田んぼがふかふかになってくるん でマルチだとどうしてもあの剥ぐ手間とですね、今あの成分界であの自然に帰るマルチもあるんですけれど、ちょっと見た目的な部分と、あと値段が倍するんで、極力使わずいけたらいいなと。お隣はバジルです。ここももみ殻やっていきます。といってね、草刈り何回も何回も年にやってたら、やっぱ燃料代がかさむんで、結局 CO2 排出するしね、まあ、全部手刈りでエネルギーなしでやっていければいいんでしょうけど、手作りですかこれ。手作り？へえ。すごいね。なんかリアクションしてる。ひどい。もう運び、ちょっとおかしい。部長の父上のよっさんの長が。竹で作ったトンネル持ってきてくれました。で里芋の種芋も余ってるらしくて、あの植えていただいたんですが、11月頃に実る予定です。これからイノシシとの戦いになります。こちらが自宅近くの、精米所のもみ殻置き場になってます。もう本当に挨拶もいらないよって言われるぐらいで、会釈していただいてますみたいな感じでいつもいただいてます。軽トラのダンプも欲しいんですけどね、やっぱ買えないので、こうやってシートを引いて2人で後ろにめくってダンプ代わりにしてます。湿っとうけん、風で飛ばんけんいいけどね。そして
いけるいける。息合わせなんだ。せーの。よっ。せーの。よっ。せーの。よっ。結構、積み込んだ。ちょっと待って。こちらでは里芋よっさんオリジよっさん農場長オリジナルの酒いやけどイノシシ嫌がるにはいいんやな。その時また柵作るなりね。はい、というわけで今年は米作りの初のチャレンジとなります。ホップ畑の方もまだまだ2つ違う場所に作らなくちゃいけないので、今月も大変忙しくはなってきますが、イベントやお店の動画もまだ溜まってるのでぼちぼち頑張っていきます。それでは皆様、今回もご視聴いただきありがとうございました。